クラウドさん、討伐していただいた、ぜひ挑戦してみてくださいね。クラウドさん、おかげさまでワールドレポートがすべて揃いました。本当にお疲れ様でした。それで実はクラウドさんに見てもらいたいものがあるんです。少し付き合ってもらえませんか？はい、ご覧ください。クラウドさんたちに集めていただいたこの星の情報です。すごいですね。クラウド様見てください。私がガイドしたモンスターもいますよ。これもこれもこれも、どれも素晴らしい思い出ばかりです。本当に楽しい旅でしたね。マイ、今大切な話をしてるから邪魔しないでくださいね。はい。ワールドレポートの本当の目的は星のデータをアーカイブすることでした。僕はこれをアークライブラリーと呼んでいます。現在この星は非常に複雑な状況にあります。シンナ、マコ、アバランチ、ブータ、阪神が連絡、ウェポン、ジェノバ、そしてセフィロス。この先どうなるのかは誰にも分かりません。もしかしたらいつかこの星そのものが消えてしまうかもしれません。だから残しておきたかったんです。人々の暮らしを、生命の営みを、この星のことを。星は消えない。俺たちが消させない。ええ、もちろんクラウドさんたちを信じています。僕も一緒に戦います。この美しい星を残すために。これからは旅を続けながら集めた膨大なデータをもとにいろんな研究を進めていこうと思います。いつかまた世界のどこかで新たなワールドレポートを依頼するかもしれません。その時はよろしくお願いしますね。